ムアスの地上ステーション。本校では、アメリカ軍の衛星通信について述べる。アメリカ軍の衛星通信システムは、用途とこれに応じて使用する、周波数によって、概ね下記の3つの系統に分けられる。高高単性衛星通信、高帯域衛星通信帯同局、衛星通信高高単性衛星通信は、主として EHF を使用していることから、 e h f サトコ c と通称される。待防外性、待防受精に優れ、また将来的には高速通信が可能となる、発展性を有するが、受信側設備が大掛かりになることから、主として国家戦略的改定で使用される。交代域衛星通信は、主として SHF を使用していることから、s h f サトコ c と通称される。 対望外星、対望受星は e h f サトコ c には劣るが u h f サトコ c よりは優れており通信速度も速くまた受信設備も官邸や小規模な基地に設置できる規模であることから米軍の機関的衛星通信網として国家軍事指揮センターと統合軍司令部や任務軍司令部間の通信に使用されている対移動局衛星通信は 主として UHF を使用していることから u h f サト t コムと通称される。待防外製、待防受製は低く、帯域も狭いが、受信設備を極めて小規模にできることから任務軍以下のレベルで使用される。また、特殊な精密誘導兵器のアップリンクにも使用されるようになっており、今後、運用の拡大が予測されている分野である。ミルスターブロック。 IA 製ミルスターは国防総省管理の元全軍で統合的に使用されるミリ波衛星通信システムである。1983年に開発開始された当初は EHF の抗体多体性に注目し各兵器使用時に発生する電磁パルスの影響を受けにくい戦略通信回線として期待されておりその主眼は75から 2400bps の 低速通信に置かれていた。しかし開発中に冷戦が終結したことから、戦術用途での使用も視野に入れて、量産型では4.8から 1544kbps の中速データ通信にも対応するよう改良されている。ミルスターは、アップリンクには EHF、ダウンリンクには SHF を使用するほか、戦術用途を想定して、 UHF のトランスポンダーも搭載している。衛星は全長15.3メートル、全幅34.8メートル、重量4536キログラムで、発電力8000ワット、寿命は約10年である。当初計画では1991年から配備を開始する予定だったが、冷戦の終結に伴う軍縮によって、計画は縮小され、 1994年に1号機、1995年に2号機を打ち上げたところで一時計画がストップした。その後、1999年から量産型であるミルスター2の打ち上げを開始したが、最初の1機は軌道への投入に失敗し、2001年から2003年に各1機を配備した。2008年からは、 後継のイフ衛星に切り替えられる予定であったが、計画は遅延している。イフは、蒸気のミルスターを更新するための衛星システムである。軌道運用4機のほか、地上予備機も準備されており、通信能力も大幅な向上が図られている。衛星寿命は10年を予定。1999年から開発が開始され、2008年に初打ち上げを予定していたが、 計画は遅延し、2011年8月に初号機 IF−1 を打ち上げた。IF−1 は、アポジエンジンの不調で、正式軌道への投入に失敗し、その後姿勢制御エンジンを使い14ヶ月をかけ、正式軌道に到達した。2号機は2012年4月に打ち上げられる予定。通信システムは、陸、海、 空に所在する核ユニットとの更新が想定されており EHF 帯を使用する。通信速度は1ユーザーあたり最大 8.192Mbps、低ビットレートでも75から 2400Bps を確保するようにしている。核攻撃に伴う電磁波上乱などへの高換性も向上しており、電子妨害への対抗性向上や通信の非判地性低下も行われている。 ゾットシステムは蒸気の IF を代替するとともに SHF サトコムシステムと統合するものとして現在コンセプト開発が進められている衛星通信システムである。しかし2008年10月計画を2010年まで先送りすることが決定され2009年4月にはロバート・ゲイツ国防長官は計画の中止を勧告した。 ゾット衛星システムにおいては、正式道上に5つの通信衛星が配置され、これらはそれぞれレーザー光無線通信による、クロスリンクで結ばれる。地上との通信には、EHF および SHF の無線周波数、RF 通信が使用され、マルチビームによって、システム全体では、波65度から北位65度の、 全世界を24時間カバーすることが計画されている。各衛星にはルーターが搭載され、衛星間ネットワークと地上ネットワークとを統合した IP ネットワークを構築することができる。DSCS-2 衛星。DSCS はアメリカの国家戦略上の国間となる衛星通信網であり、国家存亡に関わる戦略的事項。 各軍上級指揮官の一種決定支援など最重要事項の通信を担当する。このような役割から運用統制は統合参謀本部議長の直接指揮によって行われており技術管理統制は宇宙軍指揮官が担当する。信頼性が高く対妨害性能も優れた SHF 隊を主に使用する。初期の DSCS は アメリカ軍発の軍事通信衛星であったイドクスプの後期型そのものであった。DSCS 計画の本命である DSCS-2 においては重量はイドクスプの 45kg から 560kg へと増大し1971年より配備を開始した。また第3世代の DSCS-3 は1982年より 配備を開始したが、従来より使用されてきた SHF に加え、UHF や EHF のトラスポンダも搭載している。WGS 衛星、WGS は、上記の DSCS に加え、現在は UFO 及び民間衛星によって供されている GBS をも代替する衛星通信システムとして計画されているものである。WGS は、 増大し続けるアメリカ軍の衛星通信ニーズに対処するための決定打として構想されており w g s 衛星1機のみで d、SC、s c s 衛星システム全体を上回る通信能力を有するものとして開発が進められている周波数としては SHF の中でも X 空体を使用するボーイング社が主契約者であり 衛星バスはボーイング702が採用されている。当初は、軌道上に5機が配置される計画であったが、2007年10月、オーストラリア国防総省が WGS 計画に加入し、6機目の衛星に、要する費用を全額負担する旨決定され、2010年8月には、米空軍がさらに1機を追加することを決定し、合計機数は7機となる。 最初の WGS 衛星は2007年10月11日に打ち上げられ、2009年4月4日には2機目が打ち上げられ、2009年12月6日には3機目が打ち上げられた。2012年初頭に4機目を打ち上げる予定。フルザートカーム衛星隊移動局の衛星通信を最も切実に必要としたのが、アメリカ海軍で戦闘艦など通信設備に、 大きな批准を置くわけにはいかない監視においても、衛星通信の恩恵を享受するため、受信側設備が簡素で、住む、極超短波対衛星通信の開発を1972年より、開始していた。これによって開発されたのがフルザートカームで、1978年2月9日に、ケープカナベラルより1号機が打ち上げられた。 その後、1981年6月までに5機が衛星軌道上に投入されたが、4機目が投入された1981年、初頭の時点より、すでに運用開始していたとされている。フルザートカーム衛星の寿命は、およそ7年であることから、86年から89年にかけて、さらに3機が投入されたところで、後継の UFO に切り替えられた。 ただし、現在でも UHF、SATCOM システムを指してフルザートカームと通称することがある。フルザートカームは、その開発の経緯からもわかる通りに UHF 帯の通信を主としており、アップリンク用としては UHF 及び SHF 帯ダウンリンク用としては UHF 帯に対応したトランスポンダーを12機搭載し、 直径4.9メートルの受信用アンテナを装備している。また、80年代後半に打ち上げられた3機は EHF のトランスポンダーも搭載しているとされている。UFO 衛星リサットはフルザートカームが運用限界に近づく一方、後継となる UFO の開発が遅延していた1980年後半、UFO の投入までの間のつなぎとして海軍が ヒューズよりリリースしていた衛星である。衛星の機体そのものは u f o と同じヒューズ射星 HS-601 であった。打ち上げはスペースシャトルとともに行われており、最初の2機はディスカバリーとともに打ち上げられて1984年11月に配備された。しかし、1985年4月の打ち上げでは続く2機の投入に失敗。 最後の5期目は1990年1月にコロンビアと共に打ち上げられ、成功理に配備された。フルザートカームが運用限界に近づいたことを受けて、アメリカ海軍はこれをより高性能の衛星で代替することとした。これによって配備されたのが u f o で、衛星の機体は上述のリサットと同じ HS-601 であった。フルザートカームと比べて、 チャンネル数は倍増し、各チャンネルの出力は10%増加、また運用寿命も14年に伸びている。UFO 衛星の初号機は1993年3月に打ち上げられ、これ以後、1999年11月までに10機が配備された。このうち8号機以後はブロック3と呼ばれており、 フルザートカーム以来の UHF、EHF に加えて、課体のトランスポンダーも搭載し、大容量データのブロードキャスティング用の GBS システムに対応している。MUAS 衛星、MUAS は u f o の後継として、米海軍が開発中の衛星通信システムである。MUAS は、前任者と同様に UHF 体を使用するが、そのアクセス方式としては、 第三世代携帯電話で採用されているのと同じ WCDMA 技術を採用している。この衛星システムは UFO と同様にナローバンドの通信を担当するが従来の UFO 衛星の10倍とも言われる通信性能を備えている。ムアス衛星は5機の配備が計画されており2012年2月より打ち上げを開始して2014年までには4機の 衛星による運用が行われる予定である。ロッキード・マーチン社が主契約者であり、ボーイング社がペイロードを、ハリス社が大型アンテナを担当している。アメリカ軍において衛星通信の需要は急速に増大しているが、軍用通信衛星はこれを賄える能力を有していなかった。このため民間の商用衛星通信の利用が拡大しており、 アメリカ国防情報システム局によると2007年の時点でアメリカ軍の衛星通信需要のうち80%が商用通信衛星を使用しており軍事衛星を利用するのは20%程度であった。なお、1997年の時点ではこの比率は逆であった。ありがとうございます。